生まれて初めて盗みをした時の記憶、かなり昔なのにはっきり覚えてる。一番記憶に残っているのは罪悪感を全く感じていなかったこと。俺が幼稚園の時、隣のお兄さんの家に遊びに行って、僕も帰るよと言って帰る時、本棚の上にビーダマンがあるのが目についた。そんなに欲しかったおもちゃでもないのに無防備に置かれているのを見て、自分でも不思議だけど持っていきたくなったんだ。この俺が人のものを盗む泥棒になったことが、我ながらとても誇らしかった。小さい時は罪悪感より達成感を感じる場合が多い。子供って変なものにも達成感感じるじゃん。例えば一人でトイレに行ってハッハッハ、一人で靴紐を結んでウハッハ、枠の上まで登ってウハッハッハ、っていうか物を盗んでもバレなかった。わお。でも牢屋に入れられたらどうしよう。大丈夫、こいつみたいになんとかなるさ。見ろ、まだ捕まってない。ま、こんなもんは幼少期の頃ちゃんと教育を受けたらすぐ直せる。盗みは絶対に面白い行動じゃないってことは覚えておいて。とにかく生まれて初めての盗みは完全犯罪だった。兄さんにこれ隣の家で盗んだよと。これが災いの元。兄さんはおめえ今なんて言ったってすごく真剣な表情をした。俺は兄さんから褒められると思った。もうなのに奪われた。返せ。いやだ、返せよ。いや、返せ。こら、気をつけないと。普通なら鬼のように怒るはずの下の姉が、あの日なんだかテンションが高そうに見えた。あ、そっか、よかった。死は避けたな。まあ、姉さんが気分良さそうでよかったけど、兄さんが姉さんに怒られるのは見たかったからちょっと残念だった。これ初めて見るおもちゃだね。僕が隣の家で盗んだんだよ。普段から怒っているのはよく見ていたけど、俺がターゲットになったのはその時が初めてだった。そして兄さんも一緒に怒られた。弟が物を盗んだのに何も言わなかったという理由で。それで俺も今返してきますって言ったけど。ダメ、いい子になるために訓育される準備してきて。訓生肉。こうやって一つ学んだ。燻製肉にはいろんな意味があるんだって。1時間ほど罰を受けた頃かな。返してきてもいい、アニメが始まるよ。けど今日はアニメ見るなって言うんだ。大事なものを奪われる気分を知りなさい。その時俺はやっと間違いをしたって気がついた。怪盗セイントテールを見られないなんて、姉さんの信頼まで失ってしまったって思うと自分がバカみたいに感じて涙が出た。その時一番上の姉が、おう、どうしたって言いながら帰ってきた。え、何？どうした？そして俺が盗みをしたということを聞いて、上の姉も舌打ちをした。ああ、やれやれ。姉さん、そのお金何？下の姉が聞いたら、お母さんの財布から盗んだ。いいよ、今返してきたらアニメ見せてあげる。数日前に俺が下の姉さんに電話して、その時のこと覚えてるかって聞いたら全然覚えてなかった。それより兄さんが毎日アイスを盗んでた方がよっぽど大変だったって言うんだ。後になって母さんが全部弁償したって。俺は全然知らなかった。兄さん、できる悪いこと全部してたね。え、じゃあ俺だけ訓育したの？まあとにかく今でも下の姉さんの対応は本当にありがたいと思っている。もし姉さんがあそこまで責めなかったら、その手癖は治ってなかったかも。ああ、脱獄犯新ちゃんもんが検挙されました。いつか捕まってたって。